九州福岡県玄界灘に浮かぶ大島、戸数380戸、人口1400人の大島村。対馬暖流と千島寒流が交わる周囲の海域は優れた漁場で、アジサバを主とする沿岸漁業が盛んである。村では漁業振興のために港の整備を行い、さらにアワビ、サザエの漁も盛んにしようと築磯作業も毎年行っている。人口は昭和30年の2300人から5年ごとの国勢調査のたびに300人ずつ減ってきたが、昭和45年の1400人からはほとんど変わっていない。漁業振興策をはじめとする過疎対策が効果を上げてきたものと思われる。大島村で最近注目されているのが村営牧場である。原野であった山を切り開いて牧場が作られた。牧場では U ターンの青年3人が専門に働いている。遠藤君は27歳、大阪で職場を転々とした後、自分が打ち込める仕事がしたくて島へ帰ってきた。大島役場、ちょうどその畜産のあれが今から進行してやっていくというですかね、目標があったけ大島に帰ってきた。まず一番あれがあったのは自然ですね。自然と溶け込んで仕事をするという、それだけやった。帰ってきてやっぱり自分のやりたいことしようきですね、自分の仕事の信念を持ってやる仕事になったけ自分でいいと思う。新しい畜舎を作るための整地作業。ブルドーザは特定農産村振興特待事業で入れられた。ここでは青年たちのほかに毎日 4,5 人の女の人たちが作業をしている。牧場が作られたことは、漁業のほかにこれといって産業のなかった島に新しい産業が生まれ、働く場ができたことになる。壱岐や天草、大分などから質の良い牛が導入され、現在約150頭が放牧されている。まだ生乳を増やす段階だが、オスの肥育したものを市場に出している。河野君は自分たちの出した牛に良い値がつくのが楽しみだと話していた。契約栽培で村の人が作ったソルゴの刈り取りである。畑の持ち主は村から種と肥料を支給されてソルゴを作り、10アールあたり2万5千円を受け取る。刈り取りからは青年たちの仕事だ。このあと冬作には牧草をまく。こうして減反の水田を利用して飼料が作られている。山を牧場にした時、クヌギの林がかなりあった。そこでそれを利用して椎茸栽培が始められた。去年は粗収入400万、純益250万があり、さまざまな形で村民に還元されている。また収穫の最盛期には4、50人の村民の働き場所になる。登録制を取り、老人や体の弱い人を優先的に雇用している。牧場では毎日のように子牛が生まれる。河野君は自分が人工授精した牛が良い子牛を産んでくれた時が一番嬉しいという。
この島が好きだという青年たち。彼らは大島独特の牧場を作り出し、大島牛として名の通る優れた牛を育てたいと語っていた。また村民一人一人が牛を持ち、それを自分たちが育てるという形のみんなが親しめる牧場にしたい。そしてもっと規模を大きくし、大勢の青年が働くことのできる牧場にしたいと語っていた。